写真が普遍的ではなくて、常にコロコロ進化していく写真の可能性、横田さんが言うのが、なんかこういう自分の作品、自分の写真を撮って、昔の写真を撮って、出力してプリントして、それでスキャニングして、もう一度パソコン上で工夫して、もう一度スキャニングする、その過程によって何か新しい可能性が生まれるんじゃないかって彼が前言ったことあって、写真集なんて決まってるですよね、中身が変えられない。毎回毎回本を開けると全く同じ中身ですよね。横さんみたいな、まだ、作品作ってる人にとっては、出版物でも、写真の可能性 を感じるように、直接に何か作りたいと思った時に最初の企画を考え出した。それが真鍮の絵に写真をシルクスクリーンで刷って、で最後に本人が自分の写真に直接に、酢酸かける。酢酸をかけることによって、酢酸と真鍮が化学的な反応を起こして変色するんですよ。その変色は、チャンスオペレーション、ジョン・ケージとか、よく使った言葉なんですけど、それぞれのプリントがオリジナルになるんです。それが、ユコさんの中ではすごく大事なポイントで、常に写真がコロコロ変わるし、いつもまだ見えていない可能性が入っていると。それをパフォーマンスで、伝わるには、みんなの前で自分の写真に酢酸をかけて、そのさっきに言った化学反応を起こす。キュートグラフィーのフォトブックショー、私の写真集の展覧会の中で、写真集そのままポンと置くより、やっぱり生きている写真集でも一つの決まった形ではなくて、また新しい形が作れるし、可能性がいろいろあるっていうことを伝わりたいです。伝えたい。